博多よさこい連の皆さんです。福岡市で活動しております博多よさこい連です。私たちは郷土の伝統文化を演舞に織り込み、各地で PR をしております。本日は唯一宮本武蔵に勝ったとされる男、武双権之助をテーマにした曲を演舞させていただきます。それでは博多よさこい連の皆さんです。どうぞ。福岡市で活動しております博多よさこい連と申します。私たちは福岡郷土の歴史や文化を、よさこいに織り込んで、よさこいを通じて、全国に PR しているチームでございます。今日演じまするのは、宮本武蔵、生涯無敗と言われた男に実は一度だけ、勝ったと言われる男、これが福岡宝満山で修行されたとされる、杖杖術の開祖ともされております武双権之助。この武双権之助の伝承をよさこいを通じてお伝えしたいと思います。本日は何卒よろしくお願い申し上げます。はっ、では参ります。博多よさこいで帰れ。夜をまとった草原に弱い東京の二つの影、一つは剣豪宮本武蔵、退治するのは若き日のその名も武双権之助。刹那の間合いを詰めるためにくじりくじりくじりとにらみ合う二天道楽宮本武蔵、左剣を前、右剣を大上段に振りかぶる天地剣上滑卒の構え、天下に響かいとありゃ。一方若き権之助、武蔵の圧倒的な迫力に話すすべもなく引くばかり、切先が触れたか触れずもその刹那、沈黙の闇を切り裂いて先に飛び出したるは権之助、宮本武蔵の肩口に手探り一戦切り込んだ。よしはせいやそっはやったー。天真少年神道流剣術修行に明け暮れて天下を夢見た権之助、田舎じゃ知られた剛腕もツバメのごとくかわされる。無敗の宮本武蔵、武芸18本を極めると意外な手慣れはだけじゃない、二天一流二刀流自在に繰り出す大将は無限のごとく追い詰める。五、四、三、三、六、七、八、やさいやさ、行き場をなくしたと思ってついには刀を奪われて金世のごとく追い込まれ、二天を見れで砕かれる。敗れた権之助、打ちひしがれた魂を三笠の霊峰宝満山に引き継ぎながら山登り、ただその剣を磨くため、武蔵の剣を破るため、三郎祈願の果ての果て、与えられしはご神託、丸木をもって水月を仕入れ。本日はお礼と自慢の開催、誠におめでとうございます。我ら博多よさこい連、心を込めて演舞一心奉じます。まさにこの時端を捨て四尺二寸の杖を持つ神道武双流超術が開かれた、福岡藩外必須の技となったこの武術、その時どんどん強い目が光る武蔵見切った。うわ、捨ては槍、もたは何だったもたは太刀、杖は角にも外れたりせる。うわ、傷つけず人を凝らして命張る、教えの杖のほかにやはある。ふっしーふっはっゆいやさふぅーゆーゆいやさふぅやさゆい
後までご覧いただいた皆様に感謝を込めて、はっ、ありがとうございました、ありがとうございました、はっ、ありがとうございました、ありがとうございました。博多よさこい連の皆さんでした。さあ、お送りしています第7回踊れ糸島よさこい部門最後のチームです。